日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。将来の主砲候補として期待されるも、度重なる怪我で伸び悩んでいる中日ドラゴンズの石川昂弥選手。しかし今シーズンは1軍に定着して121試合に出場。途中子宮の影響などでスタメンを外れることもありましたが、本塁打13本と力の片鱗は見せつけました。そんな石川選手ですが、現在宮崎県内で行われている秋季教育リーグ宮崎フェニックスリーグに参加しており、来季に向けて準備を進めていました。しかしそこで左膝のコンディション不良を訴えて緊急離脱、名古屋に帰還することとなったのです。たびたび怪我をする石川選手、今回は何があったのでしょうか。また復帰のめどは。そこで今回は石川選手の怪我の様子や復帰のめどなどについてご紹介していきます。私立東邦高校出身で1年生春からベンチ入りし、2年生春の甲子園では4番三塁手としてスタメン出場し、1回戦で敗退したものの、2年生夏に行われた県の地区大会では6試合で打率7割3分7厘を記録するなど、早くも才能の片鱗を見せていた石川選手。同年秋から主将を務め、エース兼3番打者として秋季東海大会優勝に導いています。春の甲子園で3年生の時にエースとして全5試合に先発登板し、いずれも勝利投手となり、打者としても3本塁打を記録。同校の甲子園史上最多となる春5回目の優勝に貢献するなど、一躍有名となった石川選手。夏の県大会では2回戦敗退するも、その後に行われた第29回アンダー18ワールドカップの代表メンバーに選出され、アンダー18ワールドカップでは全8試合で4番打者を務め、主軸として24打数8安打1本塁打9打点、打率3割3分3厘の成績をマーク。ドラフト1位候補として名を馳せ、2019年のドラフト会議では中日とオリックス、ホークスからドラフト1位指名されます。抽選の結果、中日が交渉権を獲得。そのまま中日に入団し、将来の主砲として大きな期待を寄せられます。そんな石川選手ですが、1年目は2軍スタートでしたが、7月に1軍昇格すると安打やタイムリーなどを記録。スタメンと代打を経験し、1軍定着とはいきませんでしたが、実力の片鱗を見せていました。しかし2021は子宮で左尺骨骨折し1軍出場なし。昨年は開幕1軍入りを果たすものの、1塁への走塁で左膝を負傷し、そのままシーズン終了。なかなか1軍に定着することができない日々が続きます。しかし今季は4月から復帰すると、2軍で打率5割4分5厘2本塁打と結果を残し、1軍にそのまま定着し、4番の座に座る試合も増えていきます。一方でまだ荒削りな部分が多く、守備でもエラーを連発。5月18日の阪神戦では本塁手前で減速した結果、別の走者がアウトになったことで得点にならず、怠慢走塁として批判が殺到するなど、良くない一面も見せてしまいました。一方で打率は2割4分2厘で、本塁打はチーム2位の13本を記録。打点もチーム2位の45打点とまずまずの成績を残し、頭部支給で離脱するなどありましたが、121試合に出場し、規定打席にも到達するなど1軍に定着。出場した121試合のうち85試合で4番で先発出場。下半身の多少の張りを抱えつつも、ペナントレースを乗り切りました。しかし得点圏打率1割8分4厘は今季の規定打席に到達した選手の中では最下位。4番の座を自分のものにするため、勝負強さや直球への対応といった数多くの課題と向き合い、克服のヒントを探り、来季への糧とするために宮崎へ向かっていました。鍛錬の日々で異変は起こった。17日の試合を左膝のコンディション不良のため欠場。18日の休養日を経て、19日のヤクルト戦では4番指名打者でフル出場し、1安打を放ち、今年のフェニックスリーグでは7試合に出場して24打数8安打7打点0本塁打、打率3割3分3厘という成績をマークしており、来季は4番としてチームを引っ張るよう期待され、
それに応えるように準備を進めていました。このように現在、秋季教育リーグ宮崎フェニックスリーグに参加していた石川選手ですが、先日左膝のコンディション不良を訴えて緊急離脱、悔しい結果となってしまいました。ウォーミングアップをしていた時に左足を引きずるような素振りを見せた石川選手、降り出した雨のため中止となった楽天戦前の練習、全体練習の列を外れた背番号25はそのまま宿舎へ向かい、宮崎のチームからの離脱が決まり、名古屋に戻ることになった石川選手は言葉を振り絞りました。最後までできなくて悔しいです。天候だけではなく機体の長距離砲自身も泣きたくなるようなアクシデントとなってしまいます。この左膝は昨年7月にスライディングの際に負傷して手術した箇所で痛みが再発した様子、果たして状態は大丈夫なのでしょうか。また復帰のめどは、怪我の報道が出た時は昨年7月に手術した岐阜市内の主治医の判断の下で精密検査を受けると言われていた石川選手、その精密検査の結果が出たといい、立浪監督は手術箇所に異常はありませんでした、ランニングは控えめにして体幹や座っての T 打撃などできることをやらせますとコメント。来月1日からの秋季キャンプにも状態を見ながら合流時期を探っていくといいます。右打者の石川選手にとって左膝は踏み込みに必要な箇所、きちんと直さないと打撃で成績は残せないでしょう。ただ立浪監督の話を信じるのならそこまで重傷ではない様子、古傷が痛む形となったのであれば少し調整すれば来月には普通の練習に戻れ、開幕には余裕で間に合うと思います。2021年から怪我に苦しみ続けている石川選手、しかもどれもが試合中での死球やスライディングでの怪我で、その影響でこうして離脱する機会も増えていっている印象があります。ただそれ以外での怪我の情報がないあたり、体自体は丈夫だと思いますし、技術を磨けば怪我も一気に減らせるでしょう。まずは膝の怪我を完治させてキャンプで技術の向上、そして4番として覚醒できるようにキャンプを過ごしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。